マイクもカンバニャンガウは、ケニアニアミラ出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒23、200メートルで20秒38の自己ベストを持つ100メートルの元ケニア記録保持者である。父親と兄も世界大会出場やケニア記録保持者になった実績を持つ短距離走選手。高校時代はラグビーのウィングとして活躍し、 2011年には、サファリセブンズという7人制ラグビーの大会の少年の部にリフトバレー州代表として参加した。8月15日のモスクワ世界選手権男子4400メートルリレー予選に出場し、18歳の若さでシニアの世界大会デビューを果たした。 結果は今季ケニア最高記録となる3分06秒29をマークしたものの組7着に終わり、決勝には進めなかった。7月11日のケニア選手権、男子100メートルにおいて10秒23のケニア新記録を樹立し、2007年にトム・ムシンデがマークした、従来の記録を8年ぶりに0秒03更新した。 シニアの世界大会個人種目デビューとなった8月25日の北京世界選手権男子200メートルでは予選で自己ベストに迫る20秒51をマークするも準決勝には進めなかった8月16日のリオデジャネイロオリンピック男子200メートル予選でオリンピックデビューを果たす予定だったが怪我のため棄権した父親のエールカナニャンガウは 1987年、アフリカ競技大会の4400メートルリレーで銀メダルを獲得。1988年ソウルオリンピックの400メートルと400メートルリレーに出場した実績を持つ。ソウルオリンピックは、それぞれ2次予選と準決勝で敗退したが、1層を務めた400メートルリレーでは、準決勝において39秒47のケニア記録を樹立した。 7歳年の離れた兄のウォルター・ミチュキモ・エンガは2014年の世界リレーや A 連邦競技大会などに出場した実績を持つ。世界リレーでは4200メートルリレーにおいてアンカーを務め1分22秒35のケニア記録樹立と5位に貢献した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。ありがとうございます。